宝塚の話で今日の動画見ました。桜木さんの風当たりが強いけん、セリカさんと本人とセリカさんのファンと劇団関係だと思います。噂レベルではありますが、桜木さん下級生から慕われているらしいので。あ、そうなんですね。あとやっぱりアイロンは刑事告訴できないんですよね。下級生のお父様みたいに刑法が義務教育じゃないから分かってない人いっぱいいるんですよね。ガルちゃんにもたくさんいるのでめっちゃコメントしています。昨日アップしたのがね、間違って消しちゃったんでですね、たまに間違って消しちゃうんですよね。で再アップしてますんで見ていただけたら、それで言ってる話です。あと宝塚が入学式があったっていう話が、19日昨日ですか、112期生の入学式が行われた。12倍の競争率を突破した40人が出席したと。まあでも史上最低の倍率と言ってますよね。2つ伝えたいことがあると。芸の長い道の入り口に立つが、謙虚な気持ちを忘れることのないように、先輩後輩先生方を尊重しながらリスペクトして接してほしいと。尊重とリスペクトって一緒なんじゃないですか。なんかね、謙虚な気持ちを忘れることのないようにって、これ自分に言ってるんですかね。こう人に言う前に自分に聞かせてるのこれはって思いますね。あとここですかね、僕気になった、先輩後輩先輩方を尊重しながらリスペクトして接してほしい。これ別に今言わない方が逆にいいんじゃないですかね、というふうにね、思いますよね。全部の先輩をリスペクトする、尊重する、ということはある意味、やっぱり先輩の言うことは絶対ということになりかねないですね、またね。そう受け取ってしまうので。リスペクトすることはいいことだと思うんですよね。でもそれは全員が全員リスペクトする必要はないと思うんですよね。自分の素直な気持ちでこの人はリスペクトに値するなっていう人にはリスペクト。するべきだと思うんですよ。リスペクトっていうのは尊敬っていう意味なんですけどね、直訳するとね。でもリスペクトって、人に強いられてやるもんじゃないじゃないですか。個人の感情の中から出てくるわけですよね。僕はリスペクトする、私はリスペクトするっていうのは、人にリスペクトしろよって言ってするもんではないって思うんですよ。なんかそれを僕はなんか、なんで理事長がリスペクトして接してほしいっていうことを強いてんのかなっていう。なんかその時点で僕はリスペクトっていうことと相反してる気が僕はしますねと。で、3月に遺族と和解した。この和解も強引な和解ですけどね。それを受け、もう一つ大事なことと。歌劇団では改革改善に取り組んでいると。宝塚には芸の伝承、舞台を安全に遂行するためにルールができたが、中には非合理的で過剰な負担、気遣いが生じている。これから時代に合わせてアップデートしてしようとしていると。その時代、昔の時代はそうですね、やっぱり軍隊方式がその舞台をやっていく上で、楽だったんでしょうね。その舞台っていうのかな、多分団体行動だと思うんですよね。団体で何かをしていく上で、上からの命令系統をした方が、まあ、軍隊、昔の日本軍とか昔の、まあ、僕も50代ですけど、やっぱり小学生中学生ぐらいのことを考えるとそういう感じじゃないですか。上から命令して、はいっていう従いしかない。でもその方が、やっぱり早く、素早く、うまくいくと。無理やりですけどね。恐怖政治ですけどね。黒といえば白いもんでも黒っていうのが、昭和ですから。それが非合理的だけど、楽だったって話ですよね。しかし、それをアップデートしようと、改革をしようとしているってことですね。で、音楽学校でも以前より見直しているが、歌劇団と、音楽学校がより一層連携して構築していくと。組織改革を呼びかけ。また、音楽、宝塚音楽学校がびっしりと組み立てられた。まあ、要は、結構、寮生活で、まあ、その、今時全寮制っていうのもどうなのかなって感じもしますけどね。それも昭和的だなっていう感じがしますよね。まあ、その全寮制で、寮生活始める生徒もいると。そのため、決して一人で抱えすぎることなく遠慮せずに先生やカウンセラーに相談質問してほしいという心の健康も気遣っていたと。ここ僕大事だと思ってるんですけど、これが本当に相談できる環境にあるのかなっていうところの方が心配ですよね。でもそうやってほしいって言ってるけど、実際やってないと思うんですよ。もう閉ざされた世界だしね。で、それで相談しに行ったら先輩に何言われるかわかんないって、もうかなりこう染みついてるもんなんで、みんなのね、
多分それ以外のこやり方って生徒たちだったり上からの環境でずっとその外の世界からシャットアウトされてそこだけでやってきてるから、じゃあ今から急に変えますよっていうふうにこのおじさんたちが言ったところで、じゃあどうやって変えるのっていう、僕はすごく懐疑的に見てるというか、どうやって改革する気なんだろうっていうふうに思うんですよね。まずこの隠蔽体質をやめない限りは多分続くと思いますよね。それが伝統となってるん で今実際まだ隠蔽体質は劇団にも残ってるじゃないですか。まあ代表的なところを言うと、じゃあ誰が謝罪して誰が謝罪してねえのっていうところも言ってないし、じゃあどんな謝罪をしたのと、その謝罪内容も明らかになってない。そしてその生徒たちの声として反省の弁を述べられてない。まあ、直接述べてもいいんだけど、直接が難しいんだったら、ね、この前記者会見した人たちが、代弁でもいいですよ。遺族側みたいにね。その、やった側の声も隠してるじゃないですか。謝罪したとは言え。だその隠蔽体質を、まだ全然この人たちは、全く改革してないので、全くやめてないので、一人で抱えすぎず遠慮せず相談してほしい、質問してほしいと、いや相談してほしい、質問してほしいって言ってるけど、もう多分その環境改善しない限り僕は無理だと思いますよ。言ってるだけでと思います。